明日の朝一のカマストリーに来たんやけど、で今日はね、はい、今日の動画撮りやる人、はい、やっほー、はい、うちです。何しに来たお前？魚見に来た。うん、お前何そのライフジャケットかっこ悪いん？あげてみ。なんでその袋の中入れたの？あ、それの方がお連れてこんのか。あ、そうなん。あ、楽しみ。ほんま？なんかお前ちょっとぶってあるやろ、なんかぶってない？栄光ぶってない？いつも通りしてなんだ、ライブの時とかにバレるでお前。いつも通り。ほんま？ちょっと栄光ぶってあるよ。ほら今日撮ってもらうけど、カメラマン大丈夫？わからん。まあね、今日はね、総一カメラマンやからね、ちょっとブレたりボコボコになったりするかもしれんけどね。まあ頑張る。うん、頑張って。ってことで網あげようか。避け取れたらいいんやけどね。うん。で、お前頭ウニみたいになってきたからまた狩らなあかんね。うん。ね、また坊主にしたるわ。顔取りすぎちゃう？このボコラとなったの？取ったんで。取るやる？うん。今日はどうやろうね。なんかね、昨日より若干ね、濁ったる気がするんやよね。うん。若干やけど。下入ってく。サバ来た。サバ来た。こいつがね、厄介なんやよ。今もこれいっぱい。まだあるサバ。カマス？あ、カマスや。カマス、ほんまや。でか。これでかい。イエーイ。ほんま？これ何かしてある、これ。あらら。何やろ？こいつなんかいろいろ吸ってあるから、ダメかもしれない。この辺が吸ってある。目味？そう、目味。もうよすかん。あ、あー、ま、味？あ、ちょっとマシやぞ、この味は。うまい。だけど、こっち、何味やこれ。それ？でかいけど。カメ味。これやで。何これ？目味やん。目味？一緒か。当てにならんな。さっき適当に当てて当たったから。当てにならんな、そいつさんは。あ、もう一匹来た。もうちょい勉強が足らんな。もうちょい勉強すな。ちょっとバックしてみて。お、一匹かかってきた。ブリブリ。まあまあでかいぞ。どうな、これから取りやすいか。うん、味かな。味っぽい。向こうのはカマスだ。うん、向こうのカマス。ね、まあまあかかったんだよ。お、3匹かかったある。いっぱい。群れやぞ、群れ。お、ここにも1匹かかったある。でかいの。勝手に落ちた。でもね、なんかね、死んだる率高いね。なんでやろ、ね、時間置いてあるから、ね、いや、置いてないよ。いつもぐらいしか置いてない。何も別に取れてくれんでもいいからね。いつもよりちょっと早めにあげたいけどね。10分ぐらい。なんでやろうね。え、なんでやろう。いっぱい。初めてやからかますわね。この間行ったよ、1匹も取れなんだけど。あ、そっか、1匹も取れなんだよ。かます見えんかった。かますは見てないね。カマス取りはお前行ったねん。そこの間取れなんだだけで取れんすぎて。でかいでかい。覚えてなかった。でかないこれ。でかこれ。でかで、これとね、この動画、今日のこの動画と明日売る動画したら良さそうか。うん、良さそう。どう、がっつりかかったるとこ取れた？うん、取れた。痛い。実はね、今日はね、うん、なんか別にな、取れんくてもええわ思ってさ、うん、なんかちょっと場所変えてみたいね。うん、それで余計かな。そうかもしれん ね。やっぱ取れるときはさ、やっぱ実績のあるところやりたいし。うん、今日はね、あんま商売でもないし取れんでもいいと思って。
所と場所を変えてみて、取れんでもいいことはないけど、新しい場所ないかなと思って、うん、来たんやけど、お、一匹来た。お、でかっ、こいつでかっ、でかっ。だけどさっきのと比べたら全然少ないね。うん。お、もう一匹来た。けど結構取れる。じゃあこれじゃあかんぞ。もう一匹来た。今からブワーって昨日みたいにさ、途中からブワーってなったらいいけど、うん、今んとここれじゃダメだね。お、もう一匹来た。これじゃあ父ちゃんのお小遣いにならねえよ。さっきよりちょっとマシやね。うん、さっきまず1匹も取れんかったもんね。うん、ずっと1匹も取れんかったね。なんかちゃう魚ばっかかかってとって、ね、変な魚ばっかりね。父ちゃんギアル網の方が見やすいかな。え、父ちゃんシアルとこの方が見やすいわ。あ、そうかもしれんね。今網見えんもんね。うん、見えんやろ。見えん。キスいっぱいかかってきとる。すごい、いっぱいもないやろ。あ、ちょ、2匹。2匹やといっぱいちゃうやないか。あ、この1枚でこんだけしかなかった。ちょっとしかない。これちょっとっていうの。あ、これやった。ちょっとやね。ちょっとやけど。えんちゃう。これの時はね、これぐらいやよ。そうなの。いい。これの時は全部でこんだけぐらいしかない。もっと取れたらやね。この間のゼロマジでショックやった。マジゼロやった。この時はこうやって通るの。どう見える、見えるんでしょうか。うん、また画像割り。お、一匹かかってきた。ちょうどこにしたってみ。ちょうどこにしたら画像になる。ええなった。ええなった。どう、お、治った。治った。次はこっち。ちょっと2匹来たね。うん、だけどね、かますってね、うん、群れ、言ったことあるっけ。群れでおるからね。うん、この1匹とか2匹いうことないやん。あ、やから分かれてなんか移動しちゃう。多分ね、水が澄んであるから、見えてあるからね、逃げてくんやん。あー、もう1匹来た。あ、これ、あ、なんこれ、シマアジちゃん。はい、なんですかこれ。塩。おう、そう、カンパチの赤ちゃん。シマアジなわけないやん、これ。いや、ちょっと似とるからさ。お、カマスは。あ、一匹見えとる。お前、カマスかそれ。うん、カマスや。絶対カマスや。まあまあでかい。昨日も取ったったしさ。うん、父ちゃんともう、父ちゃん3日4日取りやるからさ。うん、もうさすがにカマス、もう逃げてたのですよ。もらなかったのですよ。うん、一回また波出てね、来たらまた復活するかも。だけど今度は場所変わったらかもしれんね。お、もう一匹来た。あれ、何こいつ。赤い魚、ホウボウか。ホウボウの赤魚。めっちゃ取れたやん。こんなん全然めっちゃじゃないやろ、これ。そう、めっちゃ、めっちゃ、そいつ的にはめっちゃかもしれんね。僕はめっちゃだけど、相対的にはね、昨日の半分あるかなぐらいだと思う。え、そんな取れとったん昨日。そう、昨日はめっちゃ取れてん。昨日も一昨日もずっと取れた。いや、今日はね、もう海もね、昨日よりはちょっと濁ったる気はするけど、まあ、澄んだることに変わりはないわね。濁ったるっていうほど濁ってないから、条件も悪いしね。ないけどね、あの、あれ、あの、朝一の分は取れたからね。うん、とりあえずよかった。あ、もうそこや。もう終わりやろ。よし、これで一旦終わりにして、また後で取るか。今日の謎魚、これ何やった。これクロサギやった。うん、やろう。で、こいつ多分、あら、シマアジ。
あー、シマアジっぽいよね。ちょっとピントが合わんねんけど。タコタカ。シマアジっぽいよな、これ。多分シマアジだと思う。で、これはクロサギ。この間食べたよね。うん、うまかった。うまかった？うん。なんか、総一的にはうまかったらしいんやけど、なんか僕食べたら普通だった。で、じゃあこいつの口よ、これ。わかる？これ。やっぱ、とんがったある。これ。何こいつの口めっちゃ伸びるんやけど。あ、なんか図鑑にも書いとった、めっちゃ伸びるって。嘘？うん、伸びた写真載っとった。じゃあ伸ばして、あ、そっち横向いて、横向いて、横向いて、そっち、そっち横、あっち向いて。なんでお前、うん、そっくりやん、お前口の形が。実は今日の隠れた収穫、カメ写真持ってみて。そいつね、モテんぐらいある。そんなでっかいわけじゃないけどね。これね、アオウミガメやね、多分の子供かな。で、かわいそうやから逃がしたろかね、そいつ逃がしたって。バイバイ。どこ行った？あ、早い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 。バイバイ。これはちょっとええことあるぞ。あ、やばい。実は隠れた、隠れた収穫やったよね、今日。内緒にしちゃったね。はい、今日の成績。これね、1個へ6キロから7キロ入るんやけど、多分今日ちょっと少なめやから6キロぐらいちゃうんかな。で、まあ3つやからまあ18キロ。なんかちょっともうちょい少ない気するから15キロぐらいちゃうかな、これで。だから1倍出すやつ5キロぐらいあったらいいやろ。とりあえず少なめにしてね。うん、あんまいっぱいあって余ったら嫌やもんね。お前売ってくれるやろ。僕が売るで。え、僕売るんやろ。え、ラッシャーラッシャーしたんやろお前。まあそれはするけど。逃げてくな、逃げてくな、そっち行け。なんで。お前ラッシャーラッシャーするやろ、お前とマッキーと。するけど、うん、え、おかしない、全然おかしない、全然おかしない、全然おかしない。それか5キロぐらい、5、6キロやから、このバケツ1杯分ぐらいかな、そいつになんとか売ってもらって。だから今からゴミっていうか、ゴミはないけどサバね、ちっちゃいサバいっぱいあったからね、それを取ってもらおうか、そいつに。頑張って。ってことでゴミ取りします。はい、おはようございます。今日はね、港市当日ということでね、今用意してます。これカマス、昨日取ってきたやつ。なんか雲って見にくい。これバイガイ。これでね、意外と 500g 入ってあるっていうね。雨っていうのがね、いけてないんやけど、うちの漁協コーナー、これ蓋したって分かりにくいんやけど、ちょっとフライングするか。ちょっとフライングして見てみよう。ゲッカマス。ゲッカマスや。うわ、いっぱいあるな、カマス。で、こっちは、あ、マグロ。これ、あ、こっちはマグロ。これは、あ、シイラや。シイラの卵もあるよ。あ、カツオもあるね。はい、完成。はい、どうやろうね、価格設定が。氷効かしすぎて名刺ろ飛びしたね。あ、そうなんや。うん、これ氷効かしすぎるとこんなことになるよ。鮮度はいいんやけどね。あ、見てくる。これシラス屋さん、シラス作って、なんか干物とかやね。野菜にパンに、こっちも野菜で、こっちは弁当かな。安いなぁ。はい、漁協はこの人だかり。漁協やばい。うん、最初10個あったからね。あ、そっか。
はい、補給、今からそいつが補給する。あ、マジでありがとうございます。ありがとうございます。いや、これベタールって言うから。あ、そうだよね。前回行けなんで。はいはいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。倍売れるね。倍はよう売れるね。俺はカマスを買ってほしいんやけどな、昨日。昨日なんか夜わざわざ出た感じやからな、俺が。わざわざ出たやつやから。でかいから興味は持ってくれるけどね。どんだけゲットしたん、ちょ、見せ。お菓子のつかみ取り。お前ビビって酔いかなんのじゃん。ビビったこと言ったん。お前ちょっともう邪魔するやん、あっち行っとけよ。じいちゃんばあちゃん来たわ。じいちゃんばあちゃんのとこ行っとけよ。取って食べるわけ。なんか、爪楊枝でこうくるっと。やったら取れる。はいはい。だから一回煮付けて出来上がってから一回冷ました方が中は抜きやすいかもしれない。そう、分かった。やってみます。はい。ありがとうございます。漁協ね、組合長直々に宣伝活動してます。漁協のやつの残りです。うん、もうほぼ売り切った感じやね。で、うちもあとちょっと残りこんだけ、もうほぼ売れたで。あ、ここら置いといてもらおうかな。はい、すいません。あ、すいません、ありがとう。コーヒー買った。はい、漁協完売。1時間。早い。約1時間で完売。素晴らしいわ。うち、あとね、カマス3パックと、バイ2パック。はい、ありがとうございます。ありがとう、売り切れた。1匹、最後1匹おまけしたってくれ。そう、漁協早かったね。漁協、もうさっき終わってしもた、早めに。500円で、はい、お疲れさんでした。お疲れ様。結局ね、完売したんやね。で、売り上げがこれなんや。2匹で1パックで売ったから13パック売ったよね。13パックやね、うん、で500円で売ったからそれが6500円と、うん、で倍が僕15キロあるもんって勘違いしたんだけど10キロやったよね、うん、そうっぽい ね10キロやって20パックやね、500、うん、20パックでそれで1万円やって、うん、合計1万6500円の売り上げやった。おー、やったー、よかった。まだアジとかもあったんや、うんうん、アジとキスとそのカマサミで取れるゲドウのやつね、うん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 、あったんやけどそれも売ったってよかったね。ほんまやね。うん、そんな感じやった。最後の方なんかね、結構来てくれて、あ、もうないみたいな感じだったもんね。そう、どうやろ。9時から11時までやって、うん、まあ9時前からね、ちょっとパラパラお客さんもおったから売ったんやけど、うん、10時過ぎぐらいには、もう完売してしもって、ね。なんかね、多分地元のさ、いつも来やるような人はね、ちょっと早めに来るよね、あれ。そうっぽいね。で、8時45分ぐらいか。うん。からもうなんか、もう、売り出すみたいな。で、漁協とかも、うん、多分もう30分ぐらいで売り切れたみたいな感じで、だから9時からって思ってまともに9時から来た人はもうええの買えんっていうパターンもあるもね。え、そうそう、なんか他のお店はもう9時からじゃないと売らんよってやるとこもあったけど、あった、ね、なんか今後来てくれる人だったらちょっと早めの方がいいかもしれないね。早めがええか、もううちはもう9時からっていう感じにするかね。まあそこらもちょっと考えて、ね、うん、次はね7月の9日やからね、うん、来月は何出せるかな。バイ以外はバイはなんかめっちゃ好評やったから、うん、バイは出そうか、うんうんうん、できたらまたカマスになるんかな。やっぱ安定して取れるってカマスだよ、ね、ああね、うん、まあ分からんけどね、うん、でなんか今度はその味とかそういうなんか何、うん、ごちゃ混ぜセットみたいな、はいはいはい、そんなのも作ろうかな、うん、じゃあご視聴ありがとうございました。登録ボタンといいねとよろしくお願いします。